こんにちは、母ちゃんです。名前なんですか？母です。元気ですね。あ、今日はロピアっていう今すごい流行ってるスーパーに行ってきたんで、その買ってきたものを紹介していきたいと思います。ちょっとお部屋を移動しました。じゃあ順番に紹介していきます。じゃあまず1個目、ででででで、今品薄の米でございます。米です、米です。コシヒカリを買いました。というかこれしか売ってなくて、本当に品薄だよね。え、これ1個しか売ってなかった、うん、そこの1種類ね。普通はさ、もっといろんな種類の米が売ってんだけど、今スーパーに米は売ってないのよね。新米っていうのもあると思うけど、ちょっと高くて、あ、ちょっと穴開くねえ。これは5キロで2899円。ちょっと高いよね、やっぱ。こちらはパンで、また食べたくなる塩バター。なんか面白いなと思って買ってみた。人気商品らしくて。こんな感じ。5個入りで299円です。はい、次もパンです。これは何でしょう？バターロールパン。正解。12個入りの239円。ロピアは結構ね、ピザが人気商品らしくて、目玉商品的な感じなのかな。で、これもちょっと気になったので買ってみたんですけど、照り焼きチキンピザを買いました。値段は580円。結構大きいよ。30センチぐらいあるかな、直径。次は、あれ。スパゲッティ。1キログラムのスパゲッティ。229円。エリンギ99円。テキサイパイバナナ。これは3本で129円。キャベツ2分の1。109円。一玉がね、結構大きいよ。こんぐらい。ネギ。3本で239円。結構最近のスーパーネギがさ、細かったり短かったりしなしなしてんのがあるけどね。ちょっとキュキュキュって入れ込んだから潰れてるけど、太さが結構あっていいなと思って買いました。これは小松菜。小松菜私の大好物なんでいつも買ってるんですけど、小松菜は159円。そして次はえのき、えのきたけ99円。これはゴーとネネの大好物です。シャインマスカット999円。2キロ入りの国産もち麦799円。トモエ乳業のカフェビター99円。これは私が好きでよく買ってます。118円。味付け海苔。これはね、ロピアにしかない味、ロピアの商品なのかな。結構うち味のり使うんで買ったんですけど、これ80枚入りでね、379円。肉まんですね。国産豚肉 100% の肉まん299円。ヤクルトカロリーハーフ10本入りが395円。で、これも我が家の定番なんですけど、骨密度を高める MBP。 これはネネと聞き用ですね。これは1本109円でした。シャウエッセンウインナー、我が家はこれです。この2つついてるこれが399円。生ハムロース。これはかいわれ大根のっけてマヨネーズをかけてくるくる巻いて食べるように買いました。私の大好物です。これは 80g で239円。ブリ5切れ742円。養殖のブリってちょっと高めだけど、これお買い得だよね。5切れでこの値段。ロピアといえばみたいなものらしいんだけど、具巻き、海苔巻きですね。ほぼ具の海苔巻き。これはサーモンとトロタクのやつ買いました。サーモンとね、ブリのやつもあった。690円。ロピアはとにかくお肉がすごかった。すんごい量の種類のお肉があって、大きいパックが結構いっぱいあってね、めちゃくちゃ面白かった。で、コストコほど多すぎず、でも普通のスーパーよりはちょっと多いみたいな感じの量のものが多くて、うちみたいに5人家族で肉が好きな子が多い家族は本当にいいなと思った。まあ値段はピンキリですが。で、
は国産のお肉をメインに買ってきました。国産豚ロース切り身、これはグラム189円です。とんかつ用にしようかなと思ってこれ買いました。はい、ね、いいやつ買ってみました。国産牛バラカルビ焼肉用ささみ。ささみはね、牛バラの一部で形が笹の葉に似てることが名前の由来。上品な味の柔らかいお肉、すごい食べやすそうだなと思って買いました。これはグラムが490円。これも牛バラカルビで貝の実っていう部分です。貝の実は牛バラ肉でわずかしか取れない希少部位、柔らかくあっさりしたお肉です。グラム599円の、これで772円。国産牛ランプ焼肉用イチボです。イチボは牛もも肉で一番味のある部位です。お肉好きな方におすすめな希少部位。これ美味しそうだね。これはグラム599円の940円分。国産若鶏もも肉2キロ分、2キロで1699円。もうこれストック用ですね。切って冷凍しておいたり、味付けして冷凍しておこうかなと思います。これで以上かな。以上こんな感じです。今日はね、初めて行ったから、なんか目玉商品みたいなものとか、あとはお肉がすごいいいってあったからお肉見たりして、ほとんどその辺に時間を費やしちゃったから、お惣菜コーナーとはもうサササササーとしか見てないんだけど、今度はまた違うところも見てみたいなっていうぐらい、結構本当良かったです。で、我が家は5人家族だから結構食費がね、やっぱかかるし、1回にバッて買えるのがすごい助かるから、めちゃくちゃ良かったです。また行きます。今日買った合計金額が16,781円でした。で、今日の夜はこのピザとかちょっと食べてみようかなと思うので、また夜撮ります。カレツに食べる？チキン、お肉、これチキンとコーンのピザ食べる。美味しそうだよね。生地薄めでパリパリして美味しそう。トースターで温めようかな。四角になる。きれい、こんな感じ。いい？あ、どうぞ。うまい。おいしい。あ、じゃあコーンの準備しといて。ありますよ。コーンのもありますよ。お、そこ当たりじゃん。うい。結構あったかいし食べた。なんか耳うまそう、カリカリしてて。めっちゃカリカリだよ。結構最初のこと言ってる。そこから。肉うま。美味しい。マジでケーキうまくてない。顔。肉うま。これコーン。コーンと照り焼きチキン。あ、最高じゃない。よい。あとはチーズが乗ってる。マルゲリータと、あとウインナーが乗ってるやつと。これじゃないとダメ。照り焼きチキンだったかな、今日あったのは。その中で、あ、これだなと思ってこれにしてみた。お腹減ってたの。うん、ロピアっていうスーパーさ、キキの大好きな肉めっちゃ売ってて、肉だらけだ。買ってきた。美味しそうな焼肉買ってきた。チキンは？チキンも買った。うまい。え、もう一個？うん、いただきます。あ、ごちそうさま。いただきます。ゴリゴリさ、あっ、なかなか美味しいでしょ。うん、なかなかっていうか美味しい。ちょっと食べすぎ。耳やっぱ美味しい。カリッカリだよね。え、これ給食にありそうな、んか昭和の。何これさ、こういうの昭和の揚げパンみたいなんか。いいじゃん。やめえ。
うますぎる。しかも今日最高なことに読み聞かせがあるし、このスーパー飲めるし、このバターロールパン美味しいし、シャインマスカットもずーたく、このタンブラーも。あーおーどんな今日は全部最高だわ。しかも夜にも充実がある。最高し。いただきます。あん、はあ、この朝はフルーツの盛り合わせです。バナナ、シャインマスカット、オレンジ、大盛り。シャインマスカット美味しい。今日行ったら明日お休みです。3回。そう、3回お休み、3連休だね。イエーイ。ここからお休みがいいな。また冬休みになったらお休みいっぱいあるよ。12月から1月まで。よっしゃ。本日のお肉はささみ、いちご、貝の実です。まあそういうパターンだな。はい。もういいだろ。ピントが、ピント合った？ピントが合わない。ささみめっちゃうまい。柔らかいでしょ。うん、これタレうまいな。どこの？じゃん。マジ？まずいつもから。同じことしてる。硬いね、いちご。すごいね。結構硬いよ。硬いよ。俺でもちょっときついから、うん、ちょっとちっちゃくした方がいいかな。ささみ柔らかくてうまい。あ、柔らかいね。もう柔らかくてうまい。全種類食って。うん、ささみが一番うまい。母ちゃん貝の実だな。美味しい。よかった。